奈良線は、大阪府東大阪市の不正駅と奈良県奈良市の近鉄奈良駅とを結ぶ近畿日本鉄道の鉄道路線である。運転系統上は、南波線、大阪線間を含めた大阪南波駅、近鉄奈良駅間が奈良線として扱われている。以下、突起のない限り運転系統としての奈良線について記述する。 駅ナンバリング等で使われる路線記号は A で番号は直通運転にしている難波線と一体で振られている1914年に開業した近鉄の直径母体である大阪電気軌道の創業路線である生駒マ山地を新生駒トンネルで貫き大阪市と奈良市を最短ルートで結んでいる大阪への通勤通学路線であると同時に 奈良へ向かう観光路線でもある。開業当時の生駒トンネルは日本初の標準規服線トンネルであり、その建設はトンネル技術が未熟で難工事であったことや資金難から工事を受け負った大林組が倒産の危機に瀕するほど困難であったが、この生駒トンネルのおかげで生駒山を南に迂回する関西本線に対して、 大阪奈良間を直線的に結ぶことが可能になり、所要時間の短縮につながった。1964年に新マトンネルが完成し、車両の大型化などの輸送力増強が図られている。開業以来、大阪上本町駅を始発駅としてきたが、近鉄南場線が1970年に開業してからは、奈良線の実質的な起点は、大阪南場駅に移った。 大阪線の大阪上本町駅不正期間は方向別複々線となっており奈良線大阪線の列車が並走する大阪府を起点とする関西大手施設の幹線本線としては大阪線とともに地下鉄御堂筋線との接続駅がないが南波方面へは自社の南波線と直通しており梅田天王寺方面へは大阪南波駅で 地下鉄御堂筋線に乗り換えのほか、大阪上本町駅で、地下鉄谷町線や鶴橋駅で、西日本旅客鉄道を大阪環状線に乗り換えて行くことができる。阪神電気鉄道の西大阪線が大阪南場駅まで延伸され、阪神南場線として開業した2009年3月20日から大阪南場駅を介して、 神戸三宮駅近鉄奈良駅間で、相互直通運転を行っており、快速急行が、両駅間を最短70分台で結んでいる。JR 南波駅、天王寺駅奈良駅間を結ぶ JR 西日本の、関西本線と一部競合関係にあるが、前述の通りあたり路線の方は、大阪市奈良市間を直線的なルートで結んでいるのに対し、 山和寺線は、生駒山地を迂回するルートであること。近鉄奈良駅が、奈良市の中心市街地や主要な観光地にアクセスしやすいのに対し JR の奈良駅は、市の中心部からやや離れていることから、道路線の方が JR に対して優位になっている。1977年に、大阪南馬駅から、八重の里駅東方の不動大阪中央。 環状線付近までの立体交差化が完成しているが、2003年から、八戸の里駅、氷炭山駅間の連続立体交差事業が着手され、2010年5月30日に下り線が完成し、2014年9月21日に上り線も完成した。これにより、新たに、和解岩田駅、河内花園駅、東花園駅が、公開駅となった。全線で、 ピタパイ効果などの IC カードが全国相互利用サービスにより利用可能である。また2018年1月まではスルッと関西対応カード及び J スルーカードが各駅の自動券売機で乗車券に引き換えることで利用することが可能だった。路線名称上の奈良線全線が大阪東下部の管轄である。旅客案内及び運転系統上の奈良線は 大阪南波駅近鉄奈良駅間 32.8km24 駅である。南波線、大阪線区間も含めて全長 30km 少しという近鉄の幹線の中では短い方の路線に当たるが車窓はバラエティに富んでいる。本節では大阪南波駅から奈良方面に向かって記述する。大阪南波駅を発車すると千日前通りの地下を 東へ走り、近鉄日本橋駅、大阪上本町駅を地下で進み、その後一気に高架に上がり、大阪環状線のガードを潜ると、鶴橋駅に着く。鶴橋駅周辺は、焼肉店や、コリアタウンなどが立ち並ぶ、繁華街となっており、昼や夜ともなれば、電車の中にまで焼肉の香ばしい香りが立ち込める。なお、この駅の焼肉の香りは、 環境省選定の香り風景100選にも選ばれている。その後は、住宅、工場、ビル群が混在する地域を高架で進むと3面4線を有する今里駅。国道479号をまたぎ、高度を上げて進むと、奈良線の起点である、不正駅で大阪線と分かれる。不正駅周辺は、東大阪市の商業の中心地である。 そして大阪東線との乗り換え駅でもあり、東大阪市の公共施設が多い河内栄和駅。次第にあたりは、東大阪市の古くからの住宅や工場が多くなってくる。ハウス食品の本社所在地で、準急停車駅の河内小坂駅、2面四線を有する八戸の里駅と進み、大阪中央環状線の中央を高架で走る。 近畿自動車道の下をくぐると左手に二鳥モール、東大阪が見える。この場所は、近鉄の玉川工場の跡地で、近鉄ハーツが2010年3月まで営業していた。この辺りからは、次第に進行方向に、生駒山が迫ってくる。若江岩田駅、河内花園駅を過ぎ、ラグビーの聖地である、東大阪市花園ラグビー場の最寄り駅で、 準急停車駅の東花園駅を通り過ぎると、高架区間が終了し、温知川と国道170号を渡り、2面4線で中央に、通過線を持つ新幹線型の対比駅である、氷炭山駅。氷炭山を出ると、いよいよ30パーミル町の連続急勾配が続く、生駒山越えの区間に入る。列車は左に大きくカーブし、平岡駅。 ぬかたの駅を通り過ぎると、今度は右にカーブする。両駅間の勾配は35.7パーミルで、普通鉄道構造規則第17条の2が定める、上限35パーミルを超えていた。なお、この間にも列車は大きく、標高を上げていっており、その間左手には、大阪のオフィス街や阪神高速13号、東大阪線、京阪な線を見下ろすことができ、 遠くには、安倍のハルカスなどの大阪市内の高層ビルや、淡路島も望める日がある。この区間は、全国でも珍しく、列車から夜景を見下ろすことができ、その美しさゆえ夜景の専門サイトでも、紹介されているほどである。この区間は、ハンマ道路や、日本の道百線である、安越奈良街道など鉄道、道路問わず、急勾配路線が多いことでも知られている。 逆にあまり知られていないが、この辺りは、昭和初期に開発された、当時の新興住宅地であるので、阪神館同様歴史のある、高級住宅地となっている。石切神社への参道が続く、石切駅を過ぎるとすぐに新井駒トンネルに入り、3分ほど、た走って抜けると、奈良県生駒市に入り3面6線の生駒駅である。この駅では、 京阪な線や生駒線の電車と顔を合わせる。駅南西側からは、生駒ケーブルも発着している。この先の東生駒駅で、国道168号を渡り、京阪な線が左手に分かれると新向田にトンネルを、抜けて、新興住宅街の中を進む。奈良市に入ると富尾川と奈良県道7号平方、大和郡山線を渡り、近畿大学の最寄り駅である。 富尾駅を出てから、高級邸宅街に差し掛かると、学園前駅である。駅前には、駅名、地域名の由来となった手塚山学園があるほか、近鉄が運営している、博物館山と文化館がある。朝や夕方、晩は、手塚山学園を含めた付近の学校に通う、通学客や、一般の通勤客で、ホームが溢れかえる。そして、 勝武地駅前の近鉄はやめ池遊園地の跡地を左手に眺め、少し行くと左から京都線が合流し、大和最大寺駅に到着する。大和最大寺駅は京都線と柏原線の列車が交錯するジャンクションで、柏原線沿いに最大寺建築がある。ホームは3面5線の構造で、4番線と5番線はホームに挟まれており、 柏原線から大阪南波方面への連絡がホーム上でできるようになっている。近鉄なら方には引き上げ線がある。駅周辺は近鉄百貨店やショッピングセンターなどの商業施設が立ち並ぶ。山と最大寺駅を出るとすぐに平城グルアトに入り、右手には須坂門、左手奥には復元された大極連があり、正面には若草山と、 東大寺を眺めることができる。国道24号奈良バイパスをくぐると、奈良市役所をはじめとするオフィス街などが立ち並ぶ、新大宮駅で、新大宮駅を出るとすぐに、国道369号の近く間に入り、4面4線の近鉄奈良駅に到着する。近鉄奈良駅は、JR 奈良駅に並ぶ奈良市の一大ターミナル駅で、あり、 ここから奈良交通バスが多数発着している。奈良県庁にも近く、また駅から東には、東大時代仏殿や春日大社がある、奈良公園がある。奈良県では2010年が、平城京に、遷とされてから1300年目にあたり、これを記念した平城線と1300年祭のメイン会場として、平城宮跡が選ばれたが、平城宮跡は、奈良線が横断しており、 利便性向上のために、会場中心付近に歩行者専用の踏切が新設された。原則として、踏切の新設は認められておらず、例外として、踏切が新設された。近鉄の踏切名は、起点側の直近の駅名踏切の数を示す番号道であるが、この踏切は、須作門踏切道の名称が付けられている。当初、 平常旧席会場でのイベント開催中のみ、設置される予定であったが、引き続き存続することが決まり、現在でも設置されている。特急、快速急行、急行、準急、区間準急、普通が運転されている。不正駅を、始発、終着駅とする列車はなく、同駅を経由するすべての列車が、同駅から大阪線、南波線に直通し、 大阪南波方面に発着する。特急を呼び、急行以外は、さらに、大阪南波駅から阪神南波線に直通し、天がさ駅まで、快速急行はさらに、阪神本線の神戸三宮駅まで乗り入れる列車も、ある。天理京祭天日には、天理線天理駅に直通する、臨時急行も運転されている。山と最大寺駅近鉄奈良駅間には、京都線の列車のほか 京都線を介して直通運転する京都市営地下鉄、カラスマ線の車両も乗り入れる。1980年3月に関西施設では初めて重量編成で運転を開始した路線で朝夕ラッシュ時に8.10両編成が多数運転される。土休日ダイヤにも重量編成列車が設定されている。昼間時間帯も快速急行 急行で8両編成での運用がある。ただし日中や夜間の上りは6両編成での運転も多く、曜日や時間帯により輸送力の落差が激しい。沿線地域の特性上、平日は奈良県内から大阪へ勤める通勤客、大阪や反対に奈良方面へ通う学生が、土曜、休日は奈良や反対に大阪方面へ向かう行楽客が多い。 日中に走る休行は、平日よりも土、土休日の方が、増結運転が行われるため、編成が長くなっているのも、特徴で、平日は6両編成であるが、休日は8両編成で運転される運用がある。以下に、種別ごとの詳細を示す。天ヶ崎、三宮方面と、相互直通運転を行う阪神南馬線と、ダイヤがほぼ一体化しているために、 阪神電鉄線との直通運転に関してもここで記述する。ただし特急については、近鉄特急の項を山和最大寺近鉄奈良間に乗り入れる京都線系統の列車については、近鉄京都線を参照。停車駅は、便宜上、大阪南場駅を起点に、南場線、大阪線の区間も含めた近鉄線内について記載する。 快速急行平岡駅を通過中の8000系による快速急行奈良線の主力速達種別で終日運転されている。大阪南馬駅近鉄奈良駅間での運転が主体だったが、2009年3月の阪神南馬線開業後は天ヶ崎駅または神戸三宮駅までの直通が主体となり、日中は全列車が 神戸三宮駅近鉄奈良駅間で1時間に3本運転されている。この他、朝と夜間には大阪南波発着が、平日朝ラッシュ時には山和最大寺発着が、それぞれ設定されている。2016年3月19日のダイヤ変更より、設定された平日朝の下り山和最大寺行きは、天理共祭天日には、 大和最大寺駅天理線天理駅下後、臨時休行として延長運転していた。2021年7月3日のダイヤ変更で、大和最大寺駅快速休行が平日に2本設定されており、大和最大寺駅到着後は、柏原神宮前駅休行または天理駅休行に変更して運転する。途中停車駅は、近鉄日本橋駅、大阪上本町駅。 鶴橋駅、伊駒駅、学園前駅、大和最大寺駅、新大宮駅である。特急の停車駅に、近鉄日本橋駅と新大宮駅が追加されたのみで、大阪上本町駅、大和最大寺駅間では、特急と同等の停車駅で運転されることになる。朝夕の時間帯には、特急と並行するダイヤで運転される列車があり、この内下りの神戸三宮、 天ヶ崎発の一部には、大阪南馬駅で、大阪南馬発の特急と接続し特急を先行させる列車や、山和最大寺駅で、京都発近鉄奈良駅き特急の待ち合わせを行う列車もある。1972年11月のダイヤ変更で、それまで走っていた奈良線無料特急の停車駅に、伊駒駅と学園前駅を追加する形で設定され、 無料特急は廃止された。ただし、1976年まで、平日はサラッシュ時の山と最大人発、近鉄南ン駅は、学園前駅、生駒駅は通過し、特急よりも少ない停車駅であった。2010年3月19日のダイヤ変更から、近畿大学附属小学校、幼稚園に通う児童のために、平日下り一本が勝負地駅に、 臨時停車しており、臨時停車する日は主要な駅に掲示されている。なお、2004年6月以前は、勝負駅前にあった近鉄綾目池遊園地への、降落客への利便を図って、土休日の一部の快速急行急行が勝負駅に臨時停車していた。他にも、東大阪市花園ラグビー場での、イベント開催日には、 最寄り駅である東花園駅に一部が臨時停車する。編成量数は最大10両編成で運転されている。平日の日中は6両編成、ラッシュ時は10両編成である。平日のりの午前9時30分までに大阪南馬駅に到着するすべての快速急行は最後尾が大阪南馬駅まで女性専用車両となっている。 一部の8両10両編成の列車は、山和最大寺駅にて連結、開放を行う。2020年3月14日のダイヤ改正からは、土、休日ダイヤのほぼ全時間帯で8両編成で、運転している。土休日の近鉄なら15時24分発、神戸三宮行きのみ。 近鉄奈良駅山和最大寺駅間を4両で運転し、山和最大寺駅で先に到着した4両の後部に並結する運用となっている。基本的には乗り入れ先の阪神車や近鉄の阪神乗り入れ、対応車が使われるが、大阪南馬駅発着の列車については、阪神乗り入れ非対応車が使われることがある。2000年代中盤以降は、 有刻時間帯や夜間を中心に一部の列車が休行へ格下げされており、設定当初と比べると本数は減少している。2012年3月20日のダイヤ変更で、と休日の朝に、阪神神戸高速線内の新海地発となる、快速急行が設定された。なお、快速急行の前身の無料特急は、上本町駅不正期間複々線加工時間制に、 伴う1956年12月のダイヤ変更で運転を開始したが、南波線開通前の停車駅は、鶴橋、大和西大寺の2駅だけだった。急行部線駅3層化改造工事完成に伴う1978年3月のダイヤ変更で設定。日中以降に設定されており、全列車とも大阪南波駅近鉄奈良駅間で運転されている。 途中停車駅は、近鉄日本橋駅、大阪上本町駅、鶴橋駅、布施駅、石切駅、伊古駅、学園前駅、山戸最大寺駅、新大宮駅で、快速急行との違いは、鶴橋駅、古間駅間で、布施駅と石切駅にも停車することである。東大阪市花園ラグビー場でのイベント開催日には、最寄り駅である東花園駅に一部が、 臨時停車する日中は、快速急行とで、交互の運転であり、1時間に3本運転されている。定期列車は原則として、快速急行に抜かれることがないため、大阪南馬駅近鉄奈良駅間で先着するが、一部の列車は、不正駅で特急に追い抜かれる。石切駅では、大和最大寺駅発着の各駅停車もしくは、準急と、緩急接続を行う。 2004年3月のダイヤ変更までは日中のみの設定であったが、以後は、ユーラッシュ以降にも、快速急行の運行本数の半数を置き換え、準急と統合する形で設定が追加された。奈良線の料金不要種別では、唯一、定期列車で、阪神南馬線への直通は設定されていない。ただし、阪神車両との走行距離調整のため、平日の一部は、 阪神車両で運転されている。編成量数は、平日の日中は6両編成、平日の夕方以降は8両編成。土休日は、近鉄車8両、または6両編成で運行されている。阪神南波線開通後も8両での運転が継続されていて、運用上の大きな変化はない。休校の重量運転がないのは、不正規の信号機の都合と、 石切駅のホーム有効長が8両分しかないためで、ある。なお、現在の急行は2代目であり、初代の急行は1946年3月15日のダイヤ変更で設定され、1976年の白紙ダイヤ変更まで運転されていた。初代急行の停車駅は、鶴橋駅石切駅間ノンストップで、これ以外の区間は各駅に停車していた。 当時東花園駅を通過していた準急とは、不正駅と河内小坂駅を通過するだけの違いで、現在の急行よりも、むしろ準急に近い停車駅パターンであった。しかし、1972年のダイヤ変更で、前述の学園前、生駒通過の快速急行を保管する形で、平日朝の何倍機のみの設定となり、1976年の、 ダイヤ変更で準急と統合された。準急大阪南場駅大と最大寺駅間での運転が基本で一部列車は近鉄奈良駅まで運転しているほか、上りのみ東花園駅始発の列車もある。途中停車駅は近鉄日本橋駅、大阪上本町駅、鶴橋駅、布施駅、河内小坂駅。 東花園駅と石切駅から近鉄奈良駅までの各駅。2006年3月21日実施のダイヤ変更で従来イベント開催日に限り一部が臨時停車していた東花園駅が新たに追加された。また、それと同時に日中の列車が区間順急に建て替えられた。東花園駅に停車開始後は順急は東大阪市内における 即達種別、石切り伊藤での普通の保管という役割が強くなっているほか、南波方面と氷炭山駅、平岡駅、ぬかたの駅間、奈良方面と河内花園駅、和歌江岩田駅、八戸の里駅間のアクセスが大きく向上する結果となった。2006年3月21日のダイヤ変更で、日中は、区間順急に置き換えられたため、現状は、 日中と深夜の近鉄マラ方面行き以外で運転されており、1時間あたり3本を基本に運転されているが、時間帯により前後する。2021年7月3日のダイヤ変更では、日中から夕方にかけ一部の上り列車で、東花園駅始発の準急が設定されている。 2009年3月20日の阪神南馬線の延伸開業後も大阪南馬駅発着がほとんどで、阪神電鉄線内に乗り入れて、天ヶ崎駅まで直通するのはわずかである。大阪近郊の短距離速達種別という位置づけで、編成量数は6両編成が基本だが、ラッシュ時を中心に大阪南馬駅発着の一部で8両編成もある。ほとんどが、石切駅。 不正駅で快速急行を夕方以降の一部列車には石切駅で特急急行を退避する。早朝、深夜帯や夜間の大阪南馬駅を中心に全区間先着となる列車も存在する。一方、奈良県内、阪神南馬線では各駅に停車し、普通列車の代替としての役割も担う。かつては大阪南馬駅近鉄奈良駅間での運転が 大半で、大和最大寺駅発着のものは一日数本程度だったが、2000年3月15日のダイヤ変更で新大宮駅が快速急行停車駅となったことにより、大半が大和最大寺駅発着に変更された。2020年3月14日のダイヤ変更では、東花園駅始発の準急が初めて設定された。また、1972年までは、 天理線天理駅まで直通する準急が定期列車として運行されていた。区間準急2006年3月21日のダイヤ変更で新たに追加された列車種別で日中と深夜の近鉄奈良方面域で運転されており、1時間あたり3本を基本に運転されているが、時間帯により前後する。大阪南場駅大と最大寺駅間での運転が、 基本で一部近鉄奈良駅発着も設定されている。他、平日の午前中と、と休日の深夜の一部は、天が崎駅行きが設定されている。停車駅は、大阪南場駅東花園駅間は、準急と同じだが、東花園駅近鉄奈良駅間では、各駅停車となる。この種別の登場により、日中の東生駒駅折り返しの普通が、東花園駅折り返しとなり、 氷坦三駅、平岡駅、ぬかたの駅では、普通6本から、区間準急3本、普通3本に変更された。また阪神南波線の開業後は一部列車が、天がさ駅まで直通し、6両編成で運転されている。朝ラッシュ時や夕方から夜間にかけてと大阪南波雪の深夜は従来通り準急を運転している。日中は、下りは、基本的に、 不正駅で近鉄奈良駅快速急行を退避した後に、石切駅で近鉄奈良駅急行と連絡し、上りは基本的に氷炭山駅で快速急行を退避する。ただし、一部の列車は、これらの駅以外で特急などを退避するものもある。また、平日と休日ともに、すべての列車が東花園駅発着の普通と接続を行う。 2012年3月20日のダイヤ変更以前は、平日の日中、大阪南馬駅折り返しで運行されていたが、前述のように、快速急行が、平日日中も阪神南馬線内で、通過運転を行うことになったことに伴い、千鳥橋、電房、福、出島、大物の各駅におけるその代替として、大阪南馬駅発着の区間準急が、 天ヶ崎駅発着に変更された。なお、2012年3月20日のダイヤ変更では、大阪線にも、区間順急が新設されている。2016年3月19日のダイヤ変更で、平日日中の上り列車は、天ヶ崎駅に乗り入れず、大阪南場駅で折り返すようになり、その時間帯の阪神電鉄線に乗り入れる、上り列車は普通と、 快速急行だけになっている。近鉄の駅設置の時刻表では、南大阪線の区間急行やかつて大阪線で運行されていた、区間快速急行と急行、快速急行を区別するのと同様に、時刻の数字が車時で表記され、区間準急は、区間急行と同様に時刻の上に、マークをつけて表記されている。ただし、駅配布の紙製の時刻表では、 区間順級をオリーブ色で表記して区別している。普通大阪南馬駅東花園駅、東井駒駅、大和最大寺駅間の運転が基本で一部列車は近鉄奈良駅まで運転している。また阪神南馬線の開業後は一部列車が天ヶ崎駅まで直通する。日中は東花園駅折り返しと大和最大寺駅折り返しの系統が 交互に1時間に3本ずつ、計6本が運転されている。ラッシュ時間帯には、東井駒駅、または、氷炭山駅を、早朝、深夜には、石切駅を、それぞれ始発、終着とする列車があるほか、早朝、深夜を中心に、東花園車庫、西大寺車庫からの入出庫を兼ねた東花園駅、山和西大寺駅近鉄奈良駅間の運用もある。 また、運用上、大和最大寺駅の順級、普通が、大和最大寺駅到着後に天理、または、柏原神宮前駅の急行に変わったり、またその逆のパターンもあり、その場合は、到着前にその旨がアナウンスされている。現在、日中に運転されている東、花園駅折り返し系統は、かつては、氷炭山駅折り返しであった。これは平、平会議。 ぬかたの駅のホーム有効長が4両分しかなく、また当時の東生駒駅の折り返し線が短く6両編成が入れなかったためであったが、ホーム延伸工事などの完成により1992年3月19日のダイヤ変更で東生駒駅まで延長された。だが、2006年3月21日のダイヤ変更で、区間準急の運転が開始されたことに伴い、 現在のように改められた。編成量数は原則として6両。ただし、早朝の石切発近鉄奈良駅や入出港を兼ねた、大和最大寺駅近鉄奈良駅間のみの列車に8両、または10両があるほか、早朝の東、花園発近鉄奈良駅と深夜の生駒発大和最大寺駅は4両である。阪神車両との走行距離調整のため、一部に、 阪神車両での運用もある。かつては、最終列車の設定で、近鉄奈良方面からのいこまどまりの6両、または8両編成での列車運用が数本、存在したほか、逆方面では、石切発近鉄奈良方面行きの6両編成での、列車運用が少ないながらも存在した。また、1992年のダイヤ変更以前では、東花園駅にて2両を連結。 切り離しを行う列車もあった。臨時急行天理共催店の開催日には、大阪南馬駅天理線天理駅間の臨時急行がに往復運転されている。奈良線内の停車駅は急行と同一。一部に不正駅で快速急行を退避する列車もある。2011年4月18日には初めて、 三の宮始発の臨時急行が運行され、2012年1月26日にも運行された後、同年3月26日以降も平日の最点日に限り運行した。なお、この列車は2016年3月19日のダイヤ変更以降、先述した山と最大時期快速急行として定期列車化され、さらに2021年7月3日のダイヤ変更以降は、 大和最大寺駅で種別変更して急行天理駅となり天理駅まで直通している。2020年3月14日のダイヤ変更時点の阪神南波線を含めた日中の1時間あたりの運転本数をまとめると以下の通りになる。奈良線は仙内全駅で日中でも1時間最低6本の乗車チャンスが確保されている。 線区内全駅で1時間6本以上の列車が停車するのは近鉄では奈良線系統のみである。なお、2009年3月20日ダイヤ変更時点における阪神南馬線直通列車の本数は以下の通り。一本は天ヶ崎駅まで普通、天ヶ崎駅から神戸三宮業快速急行2012年3月20日のダイヤ変更にて、 西九条駅甘ヶ崎駅間各駅停車の快速急行は廃止され、その代替として、大阪南馬駅発着の区間準急が、甘ヶ崎駅発着に変更となったため、状況は、現況と異なる。この路線においても、毎年大晦日元旦の終夜運転が行われる。2018年度は、大阪南波駅東花園駅、山戸西大寺駅、 近鉄奈良駅間において、約15から30分間隔で普通、区間準急が合わせて35本設定された。2020年度は、阪神電鉄とともに、終夜運転を実施しない。奈良線沿線には、春日大社や、東大寺をはじめ、平岡神社や、石切神社、生駒ケーブル乗り換えで、宝山寺などの大規模、著名な寺社が多いことなどから、 終夜運転の本数も多く設定されている。また、例年、近鉄の主要路線の終夜運転では、特急が数多く設定される中、総距離が短い奈良線系統には全く設定されないのも特徴である。ただし1997年までは、毎時1本の特急が設定されていた。花園ラグビー場で大きな試合が行われる場合、 利便性を考慮し、最寄り駅の東花園駅に一部の快速急行と急行が臨時停車することがある。2010年以降12月に奈良マラソンの開催による観客の利便性を図るため、早朝に近鉄奈良駅特急及び急行が数本設定されるほか、大和最大寺駅近鉄奈良駅間に臨時普通列車が運行される。なお近鉄京都線も、 同様に運行される。過去には2008年まで若草山山焼の日に近鉄南売機の臨時特急が夜間に1本設定されていた。現在はこの特急は定期列車になっている。優先座席の設定位置は運転区間に関係なく、半身車両が各車両の神戸三宮側、近鉄車両が各車両の奈良側に設定されており、 現在のところ統一は図られていない。ただし、主要駅を中心に一部の駅では、優先座席の案内板が設置されている。乗務員は、東花園列車区と西大寺列車区、新田鍋列車区が担当しており、概ね東花園駅内市山と西大寺駅で、乗務員交代が行われる。また、阪神電気鉄道との相互直通列車では、 阪神乗務員との交代は、境界駅の大阪南馬駅ではなく阪神南馬線の桜川駅で行われることになっている。近鉄線2 6系の快速急行の側面方向膜。上が阪神電鉄線内での表示。下が近鉄線内での表示。奈良線は4扉の近鉄車と3扉の阪神車が混在して運用されているため、ホームに設置されている。 発車表のうち、LCD 式と LED 式のものには乗車位置が表示されている。停車駅の案内では、鶴橋駅以西は、阪神南波線の西九条駅まで各駅に停車するが、大阪上本町駅伊東での阪神直通列車の自動放送では、大阪南波駅、鶴橋駅間の停車駅は略されることなく放送され、 西九条駅大阪南場駅間の途中駅のみ省略されている。これは不正規移動における準急区間準急も同様である。2016年3月27日から車掌のタブレット端末の操作による車内自動放送が開始された。なら、京都線系統の通勤車両は東、花園、最大寺の各車庫に所属している。 半神乗り入れ対応車両には、先頭車両の車体前面及び、車体側面に直通対応車両であることを示す、ステッカーが貼り付けられている。なお、半神乗り入れに対応していない車両も折り返しの、関係で、回送列車として、半神南波線の桜川駅まで乗り入れる。一部車両を除いて、新旧関係なく2両編成、4両編成、6両編成を、 組み合わせて運用されているが、阪神上入り対応車両は2両編成と6両編成の組み合わせのみである。地下鉄、カラスマ線上入り対応車両は6両編成固定となっている。3両編成は2本を連結して6両編成として運用する場合もある。なお、2両編成を5本連結した10両編成も運転されることがある。 氷炭山駅小前駅間などの連続急行バイク間に備え、なら、京都線系統の通勤車両各形式にも勾配、そもそも速ブレーキが装備されている。そもそも速ブレーキの設定は時速72、時速 72km、時速 60km、時速 53km の3段階あり、車両数や乗客数、天候を考慮して切り替えて、速度を一定に保っている。 京都市営地下鉄阪神電気鉄道、近鉄線以外にも大阪梅田駅や山陽、姫路駅方面にも運用しているため、3扉19メートル車を用いている。車両走行距離調整のため阪神南波線へ直通しない近鉄線内完結列車にも使用されることがある。阪神車両の夜間大泊は、最大自社こと、近鉄奈良駅構内で行われている。 前述したように、近畿日本鉄道の直径母体会社である、大阪電気起動発の路線として建設された。本線の開通前には、生駒マ3系の北側を迂回するルートで、片町線が南側を迂回するルートで、関西本線がすでに開通していた。いずれも生駒マ3系を避けちょトンネルの建設から逃れる形であり、所要時間の点で不利であった。 これらルート沿いの集落は当時まだ発展しておらず、競合路線を敷設しても十分な収益が上がる目ども立たなかった。そこで大気は、生駒山を一直線に貫き、大阪と奈良を最短で直結するルートにかけることとなった。当初はトンネル掘削の技術的困難さからケーブルカーの使用まで検討されたとされるが、 同社の設立に尽力した岩下清地下の主張と大林組の技術によって長さ3338メートルの伊駒トンネルを改作し伊駒山の土範区間にできる急勾配を高出力の電車で超えるという案が採択された伊駒トンネル改作には多額の資金を使い最後は社長の岩下が資材を投げ打って建設を続行させたという逸話も残っている この日本初の標準起伏線トンネルは難工事を極め、それに伴う資金難から工事を請け負った大林組は存続の危機につながった。大阪と奈良の間をできるだけ直線ルートで結ぶことにしたため、開業当初は沿線人口が少なく、伊駒山の宝山寺や奈良へ向かう観光客が主要な乗客であった。よって収入は天候に左右され、 同社の社員は常に天気に気を使っていたと言われる。そのため、大阪電気軌道でなく、大阪天気軌道だと揶揄されたこともあった。旅客は1961年当時、年間1億人を突破し、1日約30万人を輸送していた。沿線の開発や、将来の難波延長によりますます旅客が増加することは明らかであった。当時奈良線では、 朝夕のラッシュ時において、毎時特急、急行、準急列車各4本のほか、普通列車を合わせ、計30本を運転していたが、各列車とも超満員で、最多客区間の乗車率は、定員の230%に達していた。輸送力増強の方策としては、15メートル急行型車両や18メートル急中型車両の、編成超増強と、 21メートル級大型車両の運行の2つの方法が検討された。1968年度における輸送量を前提としてあらゆる経費を計算した結果、総建設費が大型車両案の方が増加するが、金利及び焼却費を含めた経費は大型車両案の方が有利であり、またイコマトンネルの補修費を考慮すると大型車両の方が はるかに有利であることが判明した。また、小・中型車両では、輸送量の限度が1970年頃と早く、到来すると予測されたのに対して、大型車両では1976から1977年頃と予測され、大阪近郊における複々線の建設時期を、将来に繰り延べできる利点も有することが明らかとなった。その他、 南波延長線の建設時までに、季節路線を改良しておけば、延長線の停車場の有効調を短縮でき、余剰建設費の支出を避け得ること、将来電車線の電圧を 600V から 1500V に昇圧すれば、大阪線や名古屋線の車両との流用が可能となり、車両を研修設備の統合ができることなど、合理化の面においても有利であった。 このため、開業時から使用していた小・中型車から、車体規格を大きくすることにした。それに際して、建築限界を拡大する必要から、シミコマトンネルを新たに開作している。2025年に、ユメスで開催が予定されている2025年大阪、関西万博に合わせて、架空電車線方式と、第三機乗方式の両方の終電方式に、 対応した車両を開発し、近鉄奈良駅から当線、生駒駅手前より、軽半な線に入り、大阪メトロ中央線経由でユメスまでの直通特急を走らせることを検討している。しかし、ユメスでの統合型リゾート施設の開業が遅れていることから、万博前の運行開始は見送る方向としている。国土交通省による平常部後の整備事業計画に、 旧席内を横断している、奈良県道104号矢田奈良線及び、近鉄奈良線の移設が盛り込まれている。これについて、近鉄と奈良県、奈良市は2020年7月16日、大和最大寺駅近鉄奈良駅間 4.4km について、平数の踏切除却と平常偶跡の迂回を主たる、目的とした連続立体交差事業に向けた協議に、 入ることで合意し、2021年3月25日、近鉄奈良線の高架化、地下化を含めた移設で合意した。具体的には、大和最大寺駅を高架化した上で、そこから平城宮跡を避けるようにして大宮通りに線路を移設するというもので、宮跡南側は地上に線路を付設宮跡東側は地下化する。2041年度着工。 2060年度完成の予定で、総事業費は2000億円を見込み、内広角間の建設費の7%を近鉄が負担することが決定している。県は近鉄側に既存の新大宮駅の移設とは別に、大和最大寺駅から新大宮駅間に、須坂王子駅、新大宮駅近鉄奈良駅間に、油坂駅の新設を提案しているが、 駅の新設については別途協議されることとなっている。2029年に予定されている大阪モノレール本線の門橋駅以南から近鉄奈良線交差地点までの延伸に合わせ近鉄奈良線にも雨流道駅が設置される予定である。2010年に平城宮跡で開催される平城線と1300年記念事業のイベント期間中に 大和西大寺駅から新大宮駅間に臨時駅を設置することが検討されていたが、イベント規模縮小化への方針などにより臨時駅設置は行われなかった。ありがとうございます。